こんにちは、ミネルです。いつもいつもご視聴ありがとうございます。本日のウイスキーはコンチネンタルウイスキー 4D タッペット、これを買ってしまったのでこれをいただいていきたいと思います。よろしくお願いします。ミディアルチャンネル、はい、こんにちは、ミデムス。本日もよろしくお願いします。今日は、今回は初めてですね、見たことないの、まあこれをなぜ買ってきてしまったかというと、まあ私もコロナの注射を3日前にしました。2日前は38度の熱を出して、昨日やっと治ったくらいなんですが、まあ、ちょうどウイスキーがなくなったんで買い物に行くのもちょっと億劫だったので、いつもウイスキーを自分が買ってたんですが、今回は奥様にいつも買っているブラックニッカクリアを買ってきてとお願いしたんですが、なぜかで、これを買ってきたんですね。買ってきてくれてありがとうございます。本日はこれを飲んできてるんです。でもね、まだちょっと腫れててまだちょっと腕が熱もいってますね。ちょっと腕が痛い。氷とコップがぴったりだね。ウィキソンピーチ、まあ桃の匂い、ウイスキーの味なんて分かんないそうですが、まあ問題ない。あ、行きたいね。3日後ですね。今日3日目でもう飲んでいいのかどうか分かんない。じゃあコンチネンタルウイスキーいただきます。桃の香りがして美味しい。コンチネンタルウイスキー関係ないね。このコンチネンタルウイスキーは、マルトグレーンスピリッツ。まあ、アルコール37度ということなので、ウイスキーと名乗れる。まあ、最低限ギリギリの度数ですね。まあ、37度以下だと、ウイスキーと読めないみたいなんでね。ですか、皆様コロナ注射やってますかね。もう私も、1度目は、まあ、なんともなく、ちょっと腕痛いぐらいだったんですからね。2日目は38度まで熱が出て、体中が痛くて、インフルエンザにかかったんじゃないかと思うくらいの節々が痛かったですね。まあ、今回は私の職場で、まあ、60代の方も一緒に注射受けたんですが、60代の方も、まあ、熱出てるみたいですね。まあ、若い方から年齢層60代まで、まあ、みんな平均的に熱が出てたということで、まあ、何者入りの注射という感じでしょうかね。私今回受けたのはモデルナ型だったんですが、モデルナ型は、モデルナ、肩が痛くなるということで、モデルナ肩って呼ばれてるらしいんです。肩も痛いね。なんか肩が上がらなくなってくる感じしますね。その中でまだウイスキー飲んでていいかちょっとわかんないけど、もう飲んじゃってますね。ウィキンソンピーチでは香りが全然わからなかったので、まあノーマルなソースでもう一杯飲んでみますかね。じゃあもう一杯入れてみましょうか。ノーマルのソーダ入れて試してみましょう。じゃあもう一度いただきます。すごい、かすかな遠くに穀物の香りと、かすかな奥に樽の香りが若干するね。すごい、ほのかにする。こっちだけちょっと香りいい感じ。今回の、まあ、このコンチネンタルウイスキーには水だらの木でも、まあ、焼いて入れてみますかね。
本日も最後までご視聴ありがとうございました。サンフローズのウイスキー買わない方がいい。